そう。だからこそあなたたちは準備をしなければなりません。現地で柔軟に立ち回る準備をね。今日から出発前の1週間、私があなた方に対して北海道講座を開きますわ。何その服、エロい。北海道講座。私は幼い頃から全国津々浦々の料理素材を味わってきました。もちろん北海道についても同様、その知識をあなた方に授けます。弾丸を増やすのよ。あなたたちが試験を戦い抜くための弾丸をね。ちなみに少々厳しめに叩き込みますが、一切の弱音は許可しません。ついてこれますね。こんにちは、水戸さん。じゃがいも、これなしに北海道の食を語ることはできません。はい、収穫量は実に全国シェアの8割、50種類もの品種が作付けされています。手始めにその全ての特徴を頭に入れてもらうわ。は？50種類全部？じゃがいもの後も北海道特有の野菜、魚介、牛肉、ジビエなどあらゆる知識を叩き込みます。あと1週間しかねえのに。その通り、心してかかりなさい。エリナ様、かっこいい。何かすごい勢いだね。なきりあざみもまさかこんなことになっているとは思わないだろうな。おお、ユキヒロ。ミトさん、あ、アルディーニ君たち、あなたたちも受けていきなさい。え、僕たちも？あなたたちもセントラルのやり方には反対なのでしょう。だったら聞いておいて損はありません。オーダーオーダー。豊弘、スノーデン、北姫、さやか、メイクイーン、トーヤ、北あかり、粉吹雪、アーリースターチ。なぜ自分は関係ないという顔をしているの？ユキヒラ君も受けるのよ。わったわった。けどさ、ナキリ、これが本当に試験の役に立つのか。学園側が何を仕掛けてくるかわかんねえのにさ。課題が出る以上、答えをひねり出す方法は必ずあるはずよ。今まで君がやってきたようにね。風穴を開けるのよ。この人たちならそれができるはずだわ。